忘れるな忘れるなと言い聞かせ、この流れであれなんですけど、はい、さっきからいつずずしくお願いしようかなって思ってたんですけど、はい、そのクリスさんのクライベイビーを、はい、生で聞いてみたら、はいはい、そういうお願いしてもいいですか。何度も青朝だらけで涙を流して流して不安定な心を肩に預け合いながら腐り切ったバッドエンドに抗う。なぜだろう、喜びよりも心地よい痛みずっしりと響いて、濡れた服に舌打ちしながら晴れ上がった顔を見合って笑う。土砂降りの夜に誓ったリベンジやってるかな。いや、いい曲、いい曲だね、やっぱり素晴らしいメロディー。クリスさんのそのなんか、うわってがなる声みたいなのってなかなか聞く機会ないんで最近ないよね。そうないですよね。もうロックの声もうそういう強いところが大事だよね。なかなか聞く、これ新鮮なのと、あの土砂降りの夜に2の時に、土砂降りの、そうね、2の時に部屋が部屋が、まあ、音がね、ちょっとあの何ていうんですか、部屋なりのやばいやつみたいな、ヒャーで今そう。いや、あのすごいメロディーですね。すごいメロディー。どんなキーにしても難しい。で、はい、その土砂降りの夜にのキーはもう高くて仕方ない、うん。原曲キーにしなくてもやっぱりそこの限界に近いところが大事。はい、そこにまあ合わせるというか。そうそうそう。だから僕のピッチになったらもう下げてやってるけど、同じようにもうなんとなくギリギリで歌えてるような感じをキープしなきゃいけない。そこでも2って、2って難しいじゃないですか。2は一番難しい。2と、まあ、うとか。うは、はい。そうそう、一番もうなんか、閉まってる感じがやりやすいっていうか、はい。土砂降りの夜に、そう。そうすごい響くね。そうで、なんかまあ閉まっちゃっても大丈夫、はい、だけどだからこそ自分のラックなキーじゃないと、はいはい、すっごいもう大変なことになっちゃう。おしゃぶりの夜にの方が今はまあ楽に出たんだけど、本当にヒーリオって仕方なくも閉まってる時もある。僕でもライブでもう風邪ひいてる時とか、あの花粉症もひどくて、はい、あ、じゃあこっからの時期で今日またにかな、結構そうだから逆になんかそういうところやっぱりみんなも分かってほしいけど、カラオケで歌って1曲だけだったらまあ完璧に歌えるかもしれないけど、実はもう歌詞はいろんな状況で歌わなきゃいけない。風邪ひっていて もうこれはもう1曲目じゃなくて10曲目で歌ったらとか、いろんな状況でやってるからこそ、なんか完璧に歌えるってもう決まってないというか、なんかそういうもう日によってパーフェクトじゃない時もなるから、その時こそちゃんと乗り越えるスキルじゃないとダメだと思う。それだからちょっとアマチュアとプロの違いかな。あのプロも慣れちゃうとやっぱりどんな状況でも歌えるって言える。完璧かもそれは違うけど、歌えるよっていう自信がある。アマチュアの人たちは多分もうやっぱり理想の状況じゃないとできないよ。準備してこれなかったから。そうそうそう、だからそういうところはやっぱりもうみんな絶対できると思うけど、心の準備とか。私もう一個だけずずしく、はい、このクライベイビーの、はい、私、まあ、一番好きで難しいところが、あの忘れるなの、あそこね、僕うまく歌えてるかな。あそこ忘れるな忘れるな、そうだっけ。そうだ、僕のキーだったら何だっけ。どうこうですね、すごいよね、そこ。あそこ忘れるな忘れるなじゃね、はい、そうです。このそれはもう僕でも難しいよ。でもあのちなみにもう多分一般人は I love you I love you、うん、I need you がまず難しいですよ、うん、
で、ね、まあ同じようなこの地声と裏声のこの行ったり来たりする動きではあるじゃないですか。これは結構近い問題というか、ね、まず行きできない。そう、高いところに行かなきゃいけない。泣いてがなんである日、あれ日寄らない。何度もされても諦めない。忘れるな、忘れるなと言い聞かせ続けたのに。あんまり考えなくていいって感じかな、それは。合ってるか合ってないかって考えすぎる、すぎちゃうと、絶対もう分かんなくなっちゃう。綺麗。忘れるな、忘れるな。そうね。忘れるな、忘れるな。忘れるな、忘れるな。そうそうそう、なんか考えすぎちゃうと思って分かんなくなるから、本人も絶対僕よりも綺麗に歌ってると思うけど、もう原曲だから。でもなんかピッチを分かってたらもういっちゃえばいい。で、間違ってもそれはもう表現としてなんかいいと思う。別にその現本番はもう合ってたかな。僕は逆にめちゃめちゃ綺麗でしたよ。全然もう僕はもう深く考えない最近。これなんか TikTok とかで流行りそうじゃないですか、この忘れるなチャレンジみたいな。それは結構大変。忘れるな、忘れるな、忘れるな、忘れるな。何回できるか。怒られちゃいそう、ヒゲダンでも。でもなんか、流行り絶対。皆さんやってください。皆さん頑張って。絶対いい。でも練習になる。僕も、はい、そういうメロディーラインは、まあ珍しいっていうか、すごいトレーニングとしては良くて、僕もウォームアップしてる時でも、あーとかじゃなくて、あーとか、あーみたいな感じのメロディーの方がまあリアルにも曲にも出るから、そっちのウォームアップの方がいいかなと思う。ちょっとごめんなさい。2個目のやつ教えていただいてもいいですか？その、地声からの裏声の切り替えも結構練習になるから、そういう、なんか、あーって、全然曲では出ない。そのメロディーな。もう確かになかなか逆にない。練習にならない、もう。普通に。だから、ちょっとだけ、その離れてる音の練習だったら逆に。リアルに使える。ああ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 あ。でまあ、その前のっていうところも結構練習になるっていうか、一番高い子かな、そういう、それも何より多分もうそういう特にもこのクライベイビーのはい、メロディも力になると思う。必要、まあ、普通にできないとできないですもんね、これきっと。それは練習しないとっていうか、そこまでのコントロールがないと結構難しい。だから自分のちゃんと、まあ、こういう筋肉の使い方を分かった上でもできることだよね。ありがとうございます。全然仕事していただいて、ね、もちろんヒゲダンスさんもう最高、いいメロディを考えてますね。天才ですよね。天才天才。